豚肉とほうれん草に豆腐を加えたつね、よなべつねよなべは日本の鍋料理。よいよなべの表記や、これをよいや鍋、しょうや鍋などと読ませる例もある。豚肉とほうれん草をさっと煮てポン酢で食べる。鍋つゆに味はつけないため、調理法としては水炊きの系統に分類される。豚肉を使用することから、しゃぶしゃぶの一種とみなして豚しゃぶ、チリ鍋の一種として、 豚チリと呼ばれることもある。常夜鍋の名は、毎晩食べても飽きないことが由来と言われるが、異説もある。昆布を敷いた鍋に、水と日本酒を入れて沸騰させ、豚肉とほうれん草を煮ながら食べる。ほうれん草は、アクが強いため、あらかじめ下茹でを施しておく方が望ましい。昆布や日本酒は省略されることもある。薬味として、大根おろしや刻みネギ、 粉唐辛子などがよく用いられる。決まったレシピはなく、豚肉ではなく、牛肉や鶏肉が使われることもある。追加の具材として、椎茸などのキノコ類や春雨、くず切り、豆腐や油揚げなどを入れても良い。AB 大事選、藤本義和、川島雄三さよならだけが人生だ、川で処方審査、2001年3月、95ページ。 ISBN 43億926万4530藤本義和2001ピアニッシ五54藤本義和2001ピアニッシ十5354ありがとうございます